調子楽器です。今回ですね、また飛び出しんちのお話をしていきたいと思います。お願いします。前回ですね、なんば秘密クラブ、M 星館のお店のお話をした時に、そこに行く前に4店舗、はしごしてから行きました、なんてお話をちょっとしたんですが、その、はしごする前の4店舗の話ですね。この日、結論から言うと5店舗、はしごして行けたのが、2回目と最後の M 星館の、ここの2回だけなんですよ。残りの、ここの、4発が、4発じゃない、3発か、が不発だったんですけど、ちょっとその時のお話をしようと思います。ちょっと先ほども、ざっと答えから言っちゃったんで、概要を先に話すんですけど、女の子が悪いとかどうかとかは、今回は正直、ほとんどなかったです。じゃあ何がダメだったかのかっていうと、単純に僕のコンディションが 悪かった。ですね。なんで、今回の女の子ほとんど当たりです、皆さん。なので、基本的に行かれる方っていうのは、参考にしてもらってもいいんじゃないかなと思います。ただ、本当に当日、僕の調子が全然良くなくて、全然行けなかったってだけなんで、女性は今回全然悪くないです。なので、もう当たりの回だと思ってください。まずですね、飛田新地で、一発ちょっと行こうかなっていうので思って行ったんですけど、この頃行ってた時期っていうのが、とりあえず遊びに出たら、最低2回は行きたいなっていうのがあったんですね。今は1回遊んで、1回行けたら御の字っていうぐらいになったんですけど、当時は2回行けたらいいなっていうのがあって、そういう根底で行ってたんで、たくさん店舗を回ることになったんです。1店舗目はお店の名前がね、書いてないんですけど、メイン通りでした。なんですけど、もうこの方在籍してるかって言われたら正直わかんないです。飛田新地なんで結構いなくなってる方とかも多かったんで、ちょっと存じ上げないんですけど、1軒目に入った方はお店の名前ちょっとわかんないです。で、お名前もわかんないですけど、顔の系統で言うと鼻炎系と言いますか、いわゆるそういうメイクですよね。涙袋大きく描いて、ちょっと赤いチーク塗ってみたいな感じの女の子です。僕結構こういう顔の子が好きなんで、何回かこういう系統の顔が入ったんですけど、まだ動画にしてないんですけど、松島新地の時もそういう系統の顔の子に入って、富田でもこういう顔ですね。1個前の動画で話してた福原のね、アイルさんとかも、どっちかっていうとこっちの系統の顔かもしれないです。ピエン系ではないと思いますけどね。で、この子は、単純に、正直、ちょっと言葉を濁しながら言うと、あんまり僕の好みではなかったんですね。お顔はすごい可愛かったんですよ。で、入ったんですけど、受け答えもそうですし、もうやってる時も、ほぼマグロ。なんか分かりやすい演技はされてたんですけど、ほぼほぼマグロで、もうなんか入ってからね、こういうのもね、よく僕見るんですけどね、体がちょっと小さめの子を選んでしまうと、体格と合わないっていうのもあって、なかなか体位が取りづらかったりするんで、そこでちょっと苗ポイント1、反応が雑、苗ポイント2、ほとんど反応しない苗ポイント3っていうのが重なりまくって、で、ちょっと向こうも、体の体型が合わなかったっていうのと、ちょっと柔軟性が向こうもなかったんで、なかなかこっちの体に合わせれなくて、もうなんかガン慣れしちゃって もう全然ダメだわってなっちゃって、1軒目はそのまま終わったんですね。ちなみにこれ僕、1店舗で毎回30分で入ってるんで、毎回2万1000円かかってるんですね、1回で。なんで、その日、前半の飛びただけでも、8万 4000円使っちゃってるんですね。もう、正直バカなんですけど ここまで言っちゃうと。その後に、ナンバの M 星館で、チーチョーランブコースね、4人でできるやつがあるんですけど、それに行って、4万5000か6000ぐらいかな、だったんで、もうその日ね、散財しまくってしまくって、本当に今思い返すと何やってるんだろうと思うんですけど、いい経験というか思い出には残りますよね、さすがにこういうのは。で、1軒目の子はそんな感じで全然もうダメダメでした。で、ここからです。2軒目からは基本的に、いい女の子が、あとは続きます。なんで、こっからは結構参考にしてもらってもいいかもしれないです。2軒目なんですけど、こう、ぐるぐる回ってて、見たことある顔だと思って 入ったんですけど、前の動画でもね、ちょっとお話したんですけど、集団で飛び出しんち回ってみたいな、萌えあずにのお姉さんと、ちょっと深田恵美さんと、カトパンさん足して2で割ったような顔のお姉さんっていう話したんですけど、その後の方ですね、カトパン2の方のお姉さんが出てきて、お姉さんっていうか年下なんですけど、21って言ってましたね、2回目入った時聞いたら。で、その女の子がまたいたんで、前はすっごい速さでいけたんで、ではこの子だったら確実にいけるだろうっていう確信のもと入ったんですね。2回目ですっていうので、覚えてないと思うんですけどね、みたいな話しながら入って、特徴で言うと顔はそんな感じの特徴で、体は基本的にもうボンキュンボンですよね。上もしっかりあるし、下も、僕こっちすごい重症なんですけど、下が結構ずっしり大きいタイプなんで、もうめちゃくちゃ良かったですね あとは僕が好きな騎乗でね、そのままもう秒速だったんですけど、結構ね、やっぱり相性合う子の時は本当にもう秒で、合わない時は全く何の反応もしてくんないって、ちょっとわがままな体なんで、なかなかお金がね、ちょっとかかって悩ましいところなんですけど、2人目の
子はもう本当に始まってから2分3分ぐらいですかね、もうたたんうちぐらいにもう終わっちゃって、で30分撮ってたんですけど、もう大体あとは話す横になりながら、でその時2年前就活とかね、してたって言ってたよねっていう話とかして、年で言ったら21らしくてね、どっかの動画でポロッと話したかわかんないですけど、まあその子はもともと18から福原で働けるっていうので、18、19は福原のビギナーズっていうところで働いて、20歳からこっちに出てきたって言ったんで、まあ、結構業界歴は長いですよね。でこれをいつだっけな、9月頃に普通に友達とねライブに行く前とかにちょっとたまたま飛び出しんち歩いて、その日は入んなかったんですけど、歩いてたらまたいたので、まあ、この子多分まだ働いてると思います。お店の名前どこだっけな、ちょっとまた字幕に載せてると思います。お店の名前わかんなかったら載せてないと思うんですけど、多分話したことあると思うんで載せてます、ごめんなさい、今回メモで書いてなかったです僕、まあ、そんな感じで2軒目の子は最高でしたね。で3軒目なんですけど、これもまたメイン通りなんですね。メイン通りの椿っていうお店に、もうすごい目鼻立ちがくっきりって感じの子で、まあくっきりって言っても何ぞやってなるんですけど、顔がね誰に似てるとかっていうのがねちょっと正直記憶にないんですけど、僕のこの なんでしょうね、メモで書いてる感じであると、前にねハズレのソープの話にあった吉原のね、まあこのちょっとあまりもう名前も出したくないんで名前出さないですけど、この顔ですよね、パッケージの顔にそっくりだったんですよ。パッケージね、もう動画とか生で見た顔じゃなくてパッケージにそっくりの顔だったんで、まあ言ってしまえば超美人なんですよ。そんな感じの子がいて、まあでも結構身長小さめで、胸も結構小さい、お尻も小さい、まあミニマルな感じだったんですね。この猫のコスプレみたいなんでね、小耳つけて、ここに首にね鈴つけてみたいな感じのコスプレだったんですけど、これまた驚いたのがね、飛び出し新地で僕唯一着衣のまま一緒にプレイさせていただいた方なんですね。まあ露出する部分っていうのは基本的に取っ払ってはいたんですけど、高校生の首と上と頭とつけたままプレイされてたんで、これは新しいなと、いいなっていうのですごい良かったですね。基本的にやっぱり衣装って汚れてしまうと洗ったり出さないといけないので、基本的に本当はね普通は脱ぐんですよ。なんですけどちょっとそのまま着衣のままやってくれるというか、最低限ねこことここはねもちろん脱ぎますけど、パーツはねまだつけてくれたままっていうので結構特別感のある方でしたね。この方はね火曜と金、火金どうかなのお昼から夕方から夜ぐらいかなに出勤してるっていうのは言ってましたね。この子いいと思います、ぜひ行ってみてください。まあ僕結局この子行けなかったんですけどねまあなんでいけなかったかっていうと、お顔はすごい綺麗で、結構清楚系ギャルっていう感じの顔ですかね、どっちかっていうとタイプとしたら。あやがれるのも、まあ、めちゃくちゃ臨場感のリアル系な、単調じゃない感じですね。またそれもいいですね。で、お顔がまあ綺麗な上にちょっとギャップで、下にピアスとおへそにもピアスついてたのかな、ついてて、まあまたね、これがね、個人的な性癖には刺さるんですよね。めちゃくちゃいいですね。結構ピアスが好きじゃない、タトゥーが好きじゃない、まああと金髪とかね、派手髪好きじゃない系の子がいるんですけど、まあこれは男性のね意見で、まあやっぱり好みあると思うんですけど、僕基本的にここ全部好きなんで、まあ、なんかもうついてればついてるほど、まあ、プラスアルファの点数になるんでめちゃくちゃ良かったですね。でちょっとこの子も、まあこの日正直僕の体調が全然良くなくて、まあ、全然なんかこう元気がないんで、この子がどうとかじゃなくて、もうこの子自体は正直良かったんで、まあ、言ってもらっていいと思います。でもギリギリまでハンドでやってもらったりとかもしましたね。なんですけどちょっと時間の兼ね合いでもうギリギリまで本番使ってたんで、最後ちょっとハンドしてもらったんですけど間に合わなくて無理でしたね。はい。で、これが一応3人目ですね。4人目。4人目も個人的にはありなんじゃないかなとは思います。あり6割7割。なし3、4割ぐらいですかね。経験としたら、これもまためちゃくちゃいい経験させていただきました。どういう方かというと、この方は青春通りの夢椿っていうお店に在籍してました。行ったのが、まあ、お昼とか夕方ぐらいだ。絶対この子は顔見たら一発でわかります。なんでかっていうと、飛び田で初めて僕見たんですけどね、ハーフだったんですよ、完全に。ハーフか、もう純、ね、日記にはイギリス、フランス系の顔かなって書いてるんですけど、まあ、今思い返してみると、ちょっとウクライナとかドイツとか、あっち系のロシアとかね、ドイツというロシアか、系の顔も入ってるかなっていう感じ。白人って言っていいのかな、本当に。ちょっとそれっぽいような感じの方でしたね。金髪ブロンドでね。まあ、いい経験させていただきましたね。あ、これはすごいなと思って。日本人しかやっぱりね、基本的にはいないというか、が多いので、珍しいなっていうので、ちょっと楽しませていただきました。この方は、一応、ハーフとはご自身でおっしゃってました。なんかよくわかんない、知らない人が、知らない人っていうか、ちょっとおじさんとかなんか、餌の知らない人が来ると嘘つくけど、まあ私ハーフだよっていうので、
ってましたね。で、この方、なんとなく見たことあるなと思って、爆祭っていうね、ネットのスレッドみたいなのにあるんですけど、それになんか書いてた子かなって、ちょっと一瞬思ったんですね。飛び出しんちでハーフみたいな子いるって、見た気がするなと思って、一回顔見て、で、あ、そんなことあったなって思い出してもう一回戻って入った子なんですね。で、あとから特徴的なもので言うと、ハーフっていうのもあって、胸が大きいのと、喋ってる感じはすごい、今までの情の中で、まあ、1番2番ぐらいフランク。本当にね、もうめちゃくちゃこう素で喋ってる。ほぼね。ほぼですけどね。あくまでもお仕事多分でやってるので、素じゃないと思うんですけど、ほぼ素で喋ってる感じ。ね。っていう系の感じで、優しいですね。会話は。今日ちょっと何件か行ったんだけど行けなくてって話したら、あ、そうなの？大丈夫だよって言ってくれる系のお姉さんでしたね。割と優しめだと思います。で、あとは結構ね、癖強というか、ハーフっていうのもあるんで、向こうの血が混ざってるのか、結構ね、癖強かったんですよ。口でやってもらってる時、もうなんか、うん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 言いながらやってるとか、何これって思ったんですけど、結構うん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 言いながらやってて、もう言ってもらったら分かると思うんですけどね、本当にうんうんうん言ってるんですよ。で、あと、吸引力がめっちゃ強いから、その日、まあ、調子良くなかったっていうのもあるんですけどね、ビヨーンって引っ張られるんですよ。もうね、こうなってるのを、ビヨーンって引っ張られる。のね、痛いっすね。もうね、ちょっと痛かった。ぐらい、めちゃくちゃ強い。なんかまあ、いいところに入ると気持ちよかったんですけど、ちょっと力がすっごい強いから、ちょっと痛かったです、僕は。ハードめなんか好きな人は、うん、マッチするかもしれないですね。あとは、海外のね、そういうのが好きな人は、一回、行ってみるのはありなのかもしれない。で、まあ、胸もやかかったんで、まあ、ちょっとお触りさせていただこうと思って。触った時は、触るなら優しくしてね、っていう感じで言ってましたね。まあ、軽いジャブは打ってきましたけど、まあ、そんなね、こねくり回すようなことを基本的にしてないんで、日記書いてましたね。やっぱ変な人には、まあ、純ジャパだよって言ってるみたいですけど、まあ、全然純ジャパの顔じゃないんですよね。本当にゴリゴリの、こっちさっき言ったね、系統の顔か、ハーフ系の顔だったんで。まあ、で、そんな感じで、最後の方ちょっと頑張って立てたんで、乗ってもらったんですけど、まあ、もうね、本当に向こうの、なんて言うんだろうな、動画で見たような、もうそっくりそのまま、激しいスタイル。でも、結構もう、なんか言ってるんですよね。乗りながらも。はぁ、すげえなぁと思ったんですけど。まあでも、単純に僕はその日本当に調子良くなかったんで、まあ全然萎えちゃって。で、最後様は、まあ、時間になっちゃったんで終わりっていう感じでしたね。基本的に一人目のちょっとピエン系以外の子は、もう全員僕基本的に当たりだと思います、今回は。すごいいい感じの子が多かったなと思いました。あとはね、打率結構当たる確率多いんですけど、ピエン系の顔のメイクしてる子、結構ね、リストカットしてたりとか、ちょっと外れ目な子が多いですね。この子も、まあ、実際リストカットしてたんですよ。っていうのもあって、ちょっとギューってなったんですけど。まあ、ちょっとね、こう、あんまり、なんでしょうね、顔の好みというか、メイクの好みもあるんで、一概に否定はしないんですけど、楽しく遊ぶんなら、ちょっと避けてみた方が無難かもしれないです。鼻炎系の顔の子というか、メイクの子は。そんな感じですね。まあ、日記見たら、なんか、体格がやっぱり、大きさがね、僕身長高いのと小さいのと違うのと、背型で、ちょっと締まりが緩くて、って書いてましたね。ちょっと気持ちいいけど、やっぱいけなかったみたいなの書いてたんで、まあ、あとは、なんていうでしょうか。でですかね。これ提唱したいんですけど、まあ、痩せてる子っていうのは、すごい見た目が可愛かったり、綺麗な子が多いんで、すごいいいと思うんですよ。まあ、ただ、遊んでる時に気持ち良くなりやすいのは、太めの子とか、お尻とかの上の方が、トップの方がね、大きい子の方が、割と個人的にはいいんじゃないかなと思います。なんで、まあ、どの子にしようかなって悩まれた時、顔ともう一つ、顔から下ですね、のボディバランスとか、あと身長ちょっと高めかな低めかな、自分と身長サイズ比とどれぐらいかなっていうのも見れるといいかなと思いました。今回はこんな感じで、ちょっと前回コメントでリクエストあったんで、せっかくなんで4連発行った時の話っていうのでさせていただきました。はい、よし、ありがとうございました。